い、ヤザイ、マーシャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。じゃあ今回ね、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド一匹縛りプレイやっていきたいと思います。でね、ベルゴンちょっと育ててこんな感じですね。まあ、ちょっと防御が低すぎて多分勝てないんだよね。ただ技結構覚えてくれて、まあこんな感じ。マヌーサと甘い息があるので、ワンチャンじゃないかなって思いますね。どうだろう。まあワンチャンを願って、まあちょっとやってみる？まあ初手でマヌーサか甘い香り、息やって、全員に当たって行動不能にし、倒していく。ただそれだけ。それでいける気がするんだけど。甘い。この段階でもこんなきついとは思わなかったかな。はい、いろいろやります。ほら来た、マヌーさん幻に包んだ。あ、一人効かないけど、まあいい。あ、寝ちゃった。ああ、毒に侵された。いや、全然幻になってないんだが、まあいい、まあいい、まあいい。あー、ちょっと眠りに弱すぎるな。マホトーンか。あれ、マヌーサってさ、あ、やった、眠り攻撃か。なんか、あったよね。あんま攻撃当たんなくなるよね、確か。幻に包まれて。あ、いい。なんか、毒になんなきゃ最高だったけどな。46か。いや、結局36。いや、無理だ。無理じゃ。何せ、ホイミがなきゃ無理だぞ、これ。あ、まだわかんないね。頑張りましょう。HP36 で。じゃあ、初手でまたマヌーサね。全員に当てよう。全員に当てて。相手の方が早い。ダメ回すのか、なんで？やばいぞ。あ、舐め回す？なんで舐め回す？いや、もう勝てないね、これ、多分。ベロゴンでは、無理です。無理だと、思う。私は。なんで、嫁探しに行こう。うん。このままでは無理だ。ベロゴンには期待してたけどね。まあ、このレベルまで上げるのでもう疲れちゃったから。動画的にはほとんどこいつは何もしてないでしょうね、おそらく。まあ、適当なね、とか、悪魔の騎士がなかな、メス仲間になれば全て解決してたんだけどな。まあそんなこと言ってもしょうがないんで、ここの扉でね、出るやつ仲間にしよう。何かわかんないけど。はい、では行きましょう。まあ、仲間になったら、うん、そこだけ移せばいいかな。あ、肉はさすがに縛んないですよ。今までね、肉あげないでも勝手に仲間になってくれてたんで勝てなかったですけど。まあ肉はね、とりあえず使います。肉さ、使えたら狙えちゃうんだよな。それがどうしよっかなって感じ。縛り的には、あ、複数種類の敵が出てきた時にがダメにしよっかな。まあここはいいや。フェアリーラッタも手に入れたもんね。なんでもっと奥に行こう。トサカヘビは正直仲間にしたかった。ああ、まあこれもダメだね。まあそんな感じのルールでいこうかな。魔物の餌ね。まあこれで仲間にする準備は整ったと。ああ、ということでね、他国のマスターいましたね。どうしようかな。まあ絶対に無理だと思うけど、持ってる魔物の餌あげまくろうかな。いや、いらねえ。まあ、いっか、こいつらでも。これ他国のマスターの、魔物をね、仲間にできるんですよ。ちゃんといい肉あげれば。まあ、多分 0% ではないと思うんで、魔物の餌でもね。まあ、これで、なんとか、仲間になってくれれば嬉しいですね。あ、死神いいじゃん。使ったことないわ。ほら、もうこの3つもあげたんだから仲間になるってなんねえかな。はいはい、あー、なんない。そりゃそうだよね。と、
炎の杖、すごいいいものくれた。ありがとう。残念。まあ、いずれ他国のマスターのも手に入れたいね。はい、ということで、またいましたね、こいつ。枯れ木のマスターね。もう一回チャレンジしてみようかな。さすがになんだ、いいな、風船ドラゴンとかいいな。あいつか、ヘルボックルいいよね。ヘルボックルさんは、確か、恋味系あるんでね。餌4つで仲間になるかな、魔物の。あ、人食いそう。いいね。俺、風船ドラゴンも好きよ。可愛いもんね。あの、お腹。どっちでもいい。俺は全然どっちでもいいよ。あー、なるほど。ヘルボックルを残した。いや、でもこんな興奮してるけど、絶対仲間になんないよね。でも、わかんない。俺は信じてるよ。あー。あ、いい経験値をもらった。炎の杖。金だけめっちゃ貯まる。これ5000円で売れるんですよね。ありがたい。ああ、使った肉が落ちてる。はい。残念だな。はい、じゃあまあここでなんか仲間にしようかな、まあ、他国のマスターはさすがに無理だよね。そりゃ。だって魔物の餌しかないもん。せめて骨付き肉だよね。はい。あー、まあ、あーまあいいね。ここで、まあ、キャタピラーだったらちょっと嫌だなぐらい。はい。頼ます。キャタピラーからやろう。あっ。やだ。キャタピラーやだな俺。まあでもここはランダム OK。 やった。あ、強い。え、メラミ欲しい、そんで。よし。メス仲間になれ。はい。あ、なんない。こんな仲間になんないっけ。あ、やった。骨付き肉。これはなるね、多分。骨付き肉は、上から2番目にいい肉ですよね。よし、ここで仲間にしてしまいましょう。あー、腐った死体だけか。これはもう、これはなしにしましょうね。ルール説明に何て書けばいいんだろう。むずいな。あ、複数種類出たとき、複数種類かつ捕まえたことがないモンスターのときだけ、あ、でもそれで縛るといずれ、仲間にすらできなくなるな。そんな細かく縛らなくていいか。捕まえたことないポケモンじゃない、敵だけ。あ、ここ、はい。行きましょう。どっちかが仲間になり、メスなら OK。レギュラーマン、はい。どっちでもいいな。ゾンビだとでもアニマルゾンビな気がするぞ。ベビーサタンなんだろう。獣悪魔なんですかね。あ、やったー、嫁。来ましたー。ベビーねー、かわいい。嫁ね、カタカナでいっか。嫁、はい。じゃあ嫁一緒に育てていこうかなー。じゃあ、ベロゴンと、この子ね、配合しますね。7レベか。まあ、育ててから、一回帰るか。じゃあ、一回育てて、あれ行きます。祠行きます。はい。はい。配合しようと思ったんですけど、嫁のレベルを上げてる最中に2レベ上がったんで、ちょっともう一回行きますね。ちょっと、ベロゴンさすがに活躍しなすぎてかわいそうだって思って。うん。さすがにね。何も成し得てないもんね、このベロゴンって。大会も勝ってないし、ボスも倒してないよね、多分。さすがに爪痕残そう。ベロボー。いろいろやろうぜ。オッケー、ナイス、ほら、来た。オッケー、オッケー、オッケー。あ、眠った。よくない。よいしょ、そういうこと、そういうこと、そういうことなんだよな。いけそう。はい。オッケー、そういうこと。オッケー。あー、それは良くない。惜しかったなー。まだわからんけど。あー、これが一撃で倒せないときついよねー、結局。いや、でもまだわからないよ。さっきだって30何だったもん。ドラゴンにたどり着いたときの HP が。はい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、
次ね、まあ、ここも初手マヌーサ以外にも甘い息でもいいけど、なんか舐めるんだよねこいつ。なんで舐めちゃうんだろう。はい。なんで舐めるんだ。これじゃ勝てない。じゃあもう攻めるしかないか。無理だね。俺のプレイが悪い今の。マヌーサやってくんでれば勝てんじゃないの。まあ、やっぱ、君は、クビだ。介護します。はい。まあ、ということで皆さん、ベロボーのね、お別れの時です。何のために生まれてきた。かわいそう。かわいそうだな、なんか。ちょ、最後見る？見てこのつぶらな瞳と、でかい鼻とでかい口と大きなベロ。能力値ちょっと見とこうかな。150、89、102、79。まあまあ。やっぱ、一匹でクリアしていくには、守備力とね、回復系がないと無理ですね。まあ、スクルトとかあってもいいけど。まあ、なんで、まあ、あと圧倒的な攻撃力が、まあ、しかないと思いますね。まあ、なんで、このね、牧師さん、ベロボーと嫁ね。で、血統は、ネオスね。はい。で、嫁はランダムに手に入れた4メス。はい。スーパーテンツク。使ったことねえなー。弱そう。そしてまあ行きましょうかね。スーパーテンツク使ったことある？俺全くないわ多分。図書館の扉開くために作ったかもしんないけど、買ったことはないし、何覚えるのか全く未知数だな。弱そう。まあいいでしょう。はい。他には40。あんま強くなさそうだね。いやー、成長しないタイプだったらダリーな。いや、ベロゴンよりはさすがに強いか。まあ、スーパーってついてるもんね、だって。はい。うわー、愛せない。スーパーテンツク。あ、またオスだ。はい。スーボースーボーね。まあ、ベロボーのね、無念を晴らしてくれ、スーボー。はい。いや、マジ強くないと困るな。いや、弱くない？わかんないけど。どうですかね。まあでも、とりあえずレベル上げないことには話にならないので、無駄に時間かかるな。だって今回は何もクリアしてないから、なんなら。まあ、とりあえず、牧師さんは預けて、スーボーの能力見とこうよ。いくよ。守備力が弱い。いやー、不安だ。いや、でもあれです。ベビーサタンが冷たい息を覚えてたんで、それでなんとか2回目のドラゴンたちは倒せる気がするんだよね。まあそんな感じで、とりあえず一回レベル上げてきます。はい。闘技場からね、行こうと思います。じゃあ、ちょっと行ってきますね。はい。ということでね、12レベルまで上げてきました。でね、大きな問題が発生したんですよ。見てください。多分ね、さっきより弱いんですよね。まあ、レベル17だったけど、さっきは。困った。いや、ただですよ。技が強くなったんです。氷の息あるんで。まあ、ちょっと一回挑戦しようかな。いや、ちょっとこれ。いいトークなんだ、ちょっと。いいクラスでこれか。まあ、いいんですけど。まあ、レベル上げれば結局クリアできるんだけどね。あ、氷の息のダメージ次第だよな。でも攻撃力が低すぎてさ。頼むよ。氷の息だよな、多分。はい。眠り攻撃したよ、この人。あ、でも眠らなかった。あ、毒にもなんない。なるほど。
はい。あ、毒になった。いやー、HP が低いから厳しい。厳しいよー。すごー。いや、でも待って、わかんないぞ、これは。ここさえ突破してしまえば、次の奴らは氷の池で倒せる、多分。27。いや、待てよ、これ。え、これ、進めるかな？わかんないな。お願いします。先制しない。攻撃するんだよな、なんか知んないけど。ああ。いや、ちょっとおとなしくレベル上げましょうかね。うん。でも、レベル、頑張って20ぐらいまで上げて、まだ戻ってきます。はい。はい。とりあえずね、15レベルにしてきました。うん。なんか20は無理だ。いや、でもこういう企画なら、うん。あれだわ。ちょっと強いね。ベロゴンよりは。素早さと賢さはちょっと低いけど。で、技ね、ちょっと多めに覚えてたら、こうなったんですよね。眠り攻撃と舐め回しされると、だるいんで消しました。これで行きましょう。勝てる。氷の息やってくれれば多分勝てるんだよね、普通に。あと、お金がない。おもんじゃの尻尾っていうアイテムを買ったら、お金がなくなりましたね。まあ、MP はそこそこあるんでね、技を使いまくってもらいたいところ。眠り攻撃なくなったことによって、ここでのガンガン行こうですぜ、ぜ。で、何を使ってくれるか。はい。なんでだよ。しかも一撃で倒せない。なんで？あ、OK。そういうこと。そういうこと、そういうこと。え、全員倒すんじゃない？ワンちゃん。はい。あー、惜しい。いや、マジか。そっか。惜しかったな。初手でやれよ。いや、でもいけそうだね。おい。なんであのタイミングでかわされた。いや、これいけそうだわ。ようやく、妙高が見えた。あと、スーパーテンツカーめっちゃ弱い。マジで弱い、こいつ。本当に能力上がんないんだけど。わかってるよな。氷の息だぞ。吸い込まれたね、息を。危ない。火の息。うわー、強いな。ほら。いや、ワンチャンあんだ。ワンチャンある。ちょっと頑張りましょうかね、これ。うん、うん。はい、ということで、戻ってまいりました。1レベル上げてね、銀融詩人が守備力20上げてくれて、もういけるでしょ。ベロゴンからもう、ここだけずっとやってんだけど。氷の息やってくれって、マジで。いや、なんでだよ。どうした？なんでとりあえず、ポイズンリザードに攻撃したがる。はい、寝たね。いや、毒になんだよな、そんで。これが良くないんだよな。え、というか、なんか、銀融詩人のおかげでダメージなくなったな。1だね。毒のせいでちょっとあれですが、さっきよりだいぶマシ。はい。これいけんじゃね？いけそうだよね、結構。スーパーテンツク。空母、頑張ろう。でも息を吸い込むしてくるから、氷の息じゃダメなわけだもんね。でも一撃でさっき倒してたよね、フェアリードラゴンは。あー、吸い込むんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。ガンガン、うぅー！あ、息を吸い込むって次のターンのあれか。核技が威力上がるやつか。勘違いしてたわ。でもなんか勝ったわ。いや、でもですよ、ここですよね。だから、スライムつぶりが仲間を呼ぶ失敗、仲間を呼ぶ失敗、お願いながら、鎧ムカデを一撃で倒す。わっ20受けるんか。いや、でもワンチャンいける気がすんだ。ちょっと何回かやりましょう。はい。では、いきます。お願いします。ほら、来た！こういうこと。え、これはワンチャン全員ほふる可能性を秘めている。はい。あ、無理無理。ああ。あよし、ベギラまでいいぞ。ああ。いや、ちょっと、ひどいな。あ、オッケーオッケーオッケー。そういうこと、そういうこと。これいいな、結構。そんで、
次はドラゴスライムから倒してくれれば全然ある。ドラゴスライムの威力がヤバすぎるからマジ頼むぞ。氷の息吐けよ、さすがに。はい、なんでだ、まずいって。あん、そう、なんで今やる。あ、でも倒せるか知れる。あ、全然だ、全然か。あ、でもこれでヒャド一発与えるね。とりあえずいけるかもしれない。隠蔽詩人効果がでかかったな。いやー、でも会心なんか気合を込めて氷の息とかやれば勝てんじゃない。全然まだわかんないよ、頑張ろう。あの、マヌーサって手があるな。いやいや、攻撃だな。よし、オッケー。ほら、こういうこと。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。ほい、あるのでは。あー、ふははは、仲間呼べばな。はい、行きましょう。はい、よし、そういうことだ。でもこれ倒せなかったんだよね、さっきね。ある？お、え、53で無理なんだ。そっか。あー、毒になっちゃった。え、でもここでベギラマとかでもいいんだよ。あ、これだよ、望んでたのは。やっとやってくれた。うん、そう、これで勝てるんですよ、普通に。え、でさ、次もさ、あの、次もあれだ、ドラゴスライムはもう2発じゃないと無理だから、次も氷の息2発がいいんだけどな、俺。そろそろ分かってくんねえかな。はい。あー、まあそうだよね。まあここはしょうがない、とりあえず。あ、オッケー。先制取るんか。じゃあ、やってほしかった。うわ、あ、でもこれいけるぞ。なんで？なんで先制しないんだ、今回は。氷の息2回連続やってくれればいけたのにね。え、でもこれワンチャンある、ワンチャンある。全然ワンチャンある。あと2回耐えるっぽいから、ベギラマ2発で倒せるならいける。頼むぞ。おい。はい。オッケー。仲間を呼ぶ失敗しないと無理か。あ、これは関係ないもん。はい。あ！わあ！仲間くんなよー。はい、じゃあ行きましょう。これでお金がつきましたね。あ、なんかここは氷の息連続でやってくれるようになるのかな。いや、ちょっとこれダメだったら、もう2レベルぐらい上げに行きますね。オッケー、毒になんなかった。92弾持ってて、え、これなんかすごい調子いいぞ、今回。なんでいきなり氷で、氷の息2連続でやってくれるようになったの。いや、だから逆になんで今までやんなかったの。いや、だからここのドラゴスライムの息を一発だけしか受けないでいければいけるんだよな。やった！吸い込まない？なんか知んないけど。え、じゃあもう打撃でいいよ。なんで氷の息なんだ、今回は。はい。転生して氷の息。あー。まあそうだよね。あー、最悪。もううまくいかんな。スーパーテン作って頭良さそうなのにバカなのかな。まあまだわかんないね。仲間を呼ぶを常に失敗してくれればある。やったって。オッケー、オッケー。ほら来た。微妙だぞ。仲間を呼ぶ失敗、仲間を呼ぶ失敗。ベギラマ、ほい。無理だー。レベル上げてきまーす。はい。ということで、17レベルにしてきました。あと、銀遊詩人また出て、MP20 上げてくれたけど、全然意味ないね。でもなんか、17レベルになった時さ、HP と、なんかが10ずつ上がって、なんか成長期に入ったっぽいよ。あら。でもなんか、一撃で倒すなら別に氷の息でもなくてもいいけどね。お、あーい。それは違う。毒になんない。OK。これいけるぞ。いけるだろ。スライム叩き覚えてんのに使ってくれない。はい。え、これ、いや、いけるんじゃない？急に。1レベルの重みがすごいね。はい。ここは氷の息か、
ドラゴスライムをね、ちゃちゃっと倒してほしいとこっすな。または大きく息を吸い込むな。あ、吸い込まない。え、やった。え、これ多分勝てるよ。うん。あと力の種ね、1個拾って攻撃力3上がったんですよね。こんな、1、2でこんな、あれなんだな。差出るぐらいなんだね。マックスがさ、999まであるのに、こんな差出るんだ。では、まあ、ここ仲間を呼ぶで事故らなければいけると思うんだけどな。おいおいおい事故っただろ今、もう36受けたぞ。氷の息やるんかい。やった、え、めちゃくちゃ余裕で勝った。おら、やりました。いやー、1時間半ぐらいかかった。あと、ベロゴンの存在意義。いやー、なかなか大変だったねー。はい。ようやく次進めるわ。行きましょう。はい。そしたら道中でね、嫁も探しながら行こうかな。まあ、仲間になんなかったらもうちょんちょんって進んでいきたいんで、最終回想から行こうかね、また。うん。どっちがどっちかわかんないけど、今回はなんだっけなー。はい、ということで最終回想から行きましょう。エンカウント1回しかしなかったんだけど。ウケる。何が出てくるかもわかんないね、全然。でさあ、で、これ。あ、右上の矢印ね。これ、あの、穴の方向を示してくれる、モモンジャの尻尾っていうアイテムを買ったんでね。ありました。え、でもちょっとエンカウントぐらいしときたいな。ここのボス、バトルレックスだと思ってたけど、違うね。あれだ。スライ、わあ、俺の推しだ！ビーンファイター、かわいい。ビーンファイター、いいな。そう、バイキルトあるんでね。結構一匹でクリアするには必須な気がするけど。仲間になれ。はい。あ、なんだい。でも、スライムファングか、イエティですね。まあ、行きましょうか。多分勝てるんでね。だから、スーパーテンツク早く終わりたいな。イエティだ。あ、すいません。イエティちゃん、あれ。忘れちゃったな、これ。1、2で右だっけ。意外と覚えてる。テリーですね。なんかを聞いてる。これの元ネタ知らんな。クソ、ここにもなかったか。知らねえ、元ネタ。勇気があれば、こらえられる崖だってあるんだよね。あ、越えられるか。君に勇気があるか確かめてあげるよ。俺はねえ、ビビリです。自分で言うのもなんだけど、めちゃくちゃビビリですね。うん。あんまり争いごと嫌いだしね。なんで、勇気はないです。このイエティって仲間になるか、なるときとなんないときあった気がするんだけど、気のせいだっけな。このイエティ、これイエティって獣系だからさ、メスだったら、またスーパーテンツクになっちゃうよね。やだな。仲間になんないでほしい。またはオスであってほしい。お願いしたいね。ご意味あるんだ。え、じゃあ仲間になってほしい。仲間、メスで仲間になってほしいんだけど。頼むよ。ご意味欲しいよ、そろそろ。そろそろ闘技場回復アイテムないとやばいよね。ご意味いいな。マジでいいな。はい。1400もらえ。あ、そう。で、見てください。HP8。あ、そう、守備力だ。守備力がなんか急に上がるようになったんだよね。あー、なんない。仲間ならずね。勇気があれば越えられる崖だってあるんだね。うん。イエティってドラクエ何出てくんの？見えない床を見破ったな。さあ、帰ろう。はい、見破りました。簡単でしたね。てか、覚えてましたね、ある程度。え？お、社畜よ、ビッグアイを倒したか。何？ビッグアイが仲間にならなかった？そうか、そういうこともあるだろう。あ、仲間になんねんのか、あいつ。ボスには肉など不要だ。肉など使わなくて仲間にもなる。ならないものはならない。うん。なるほどね。100万ゴールドぐらいすぐに貯まるであろう。そんな貯まる？愛好してるよ。もう4回だっけ？ 3 回か4回したよ。
したらすげえ変なモンスターになったよ。ベロゴンもスーパーテンツクもなー、ほぼ使ったことねえからな。まあ、はい、じゃあこのままね、次の扉も行こうか。また最終階層からでいいよね。まあでも途中で嫁が見つかったらね、移そうと思います。行きましょう。はい、ということで最終階層来ました。あー、スライムファングだね、これ。あ、これさ、スライムファングメスだったらユニコーンになんじゃない？ユニコーンにしたいね。そしたらホイミーとザオラルはまあいらんけど、ホイミー覚えた気がすんだよな。まあスライムファングがメスであることを祈りたいですね。メスのことありえるよね、確か。で、ここは？はい、あ、まあこいつらは逃げればいいね。スライムファングをとりあえず仲間にして、オスだったらドンマイ。いやー、マジでお願いしたいな。そろそろ狙い通りのさ、悪魔の騎士みたいな時みたいに狙い通りなパターンもあっていいよね。あと次のかはそろそろ獣タイプメスがいいな。まあ行こうか。ここは、あ、これね、これなんか全部ぶっ壊せんだよね。チャリーン、50魔物ゴールド、しょぼそう。うん。100魔物ゴールド。うん。スロット中毒者じゃん。スロ中じゃん。叩いたって出たぞ、今。200魔物ゴールド。350枚ってそんなすごいの？なんか、あんまだよ。7000円ぐらいじゃん。ブーガルル、かからないこのスロット。あ、ここ、あ、これもできんだっけ？うん。はい、シャー、うん。スロットの目になる。ビタ押ししてます。スロットで急所をついた。チャリンチャリンチャリン。500万ものゴールド。それはでかい。800枚も出たの。お前ばっかり儲けてるんだ。そのままのゴールドは没収だ。はい。というスロカスがね、スロカスに勝負を挑んできてるわけなんですが、この間4万ぐらい負けちゃった。麻雀ファイトクラブの新しいの出てね。前のシリーズから好きだからやったんですけど、うん、負けたな。面白かったな、あれ普通に。もう一回やりたいな。はい。まあでも、推しに一回会いに行く金と変わんないからやめときますね。ああ、でもあれだ。こっちではあんまり、下の話しないと思ってたのに忘れてた。まあ、下でもないけどね。スロットは推しに会いに行くために控える。こんだけ。よし！みんな祈ってください！メス！メス！わー！もう、バイバーイ。このスライムファング取らねえやつはあんまいねえと思うんだよな。カジノ楽しかったからお城に戻るよ。また嫁探しか。どうしよっか。まあ、一回大会は挑んでみるよ、このまま。うん。校舎畜養スライム、うん。こうカジノに行ったか。そうだ、いくら持ってたのじゃん。魔物ゴールド、そんなものここでは役に立たん。怒られた。それ言い過ぎ。いや、言い過ぎじゃなくない？使えないなら使えないでいいよ。あと、社畜っていうのやめて。はい。で、どうしよっか。あの旅の扉に6なの出なかったんだよね。あと、スーパーテンツクってなんかいいの作れた気がするんだけどな。多分ビッグアイ、あ、でもビーン、狙ってもいいけどな。まあでもどうせこのままじゃ絶対勝てないんで、どの道。いやでもまあ行ってみる。はい。まあ敵とのね、距離を測るのは大事ですよね。Dクラス行ってみましょう。なんか E クラスはさ、強い記憶あんだけど、D クラスってそんな強かったっけ？うん。その名は社畜、皆さん応援お願いします。確かに応援した方がいい、社畜なら。あー、いや、覚えてねえな。うん。花川セミね。マットプラント、なんだっけあれ、ニノー。いけんじゃないの？あー、7、いけそうじゃない？7しか受けなかったよ。なんかすごい防御力が上がっている。はい。いけそう！え？いけ
急にインフレしたこちらの能力が。やったー、やるでしょ。やんない。でもあんま受けない。いいぞ、まさかの勝てる。やりましたね、スーパーテンツク。スーパーテンツクでもしかしてこのままクリアしてしまう、まさかのね。まあいけるとこまで行こう。本来だったらね、ベロゴンが勝たなきゃいけないとこスーパーテンツクで倒してるんでね。勝てるなら勝っちゃいたいな。もうこんな簡単だったっけ、モンスターズって。はい、あ、銃ちょっと強いな。うっ、いや、まあ呪文関係ないよね多分。マヌーさんね。いや待って、ちょろいちょろいぞ、皆さんちょろいですこのゲーム。あー当たんない。ちょっとちょっと、いやちょっと呪文使えって。あ、オッケー、そういうこと、最初からやれよ。素晴らしい。最後だけめっちゃ強いとかないよね。すげえモブみたいなやつ出てきた。あー、魔人斬り当たったら負けるやつか、これ覚えてんな。確か真ん中のやつが魔人斬り使ってくんのとコイミンを使ってきた気がする。あ、強いな、ちょっと。あの、まあまあ与えるぞ。おっ危ね、危ないじゃん、運ゲーじゃんこんなの。あ、すころんだ、あ、すころんだ、ホイミ。あー大丈夫大丈夫。はいはい。あ、浮き上がれない。いけそうじゃない。待って、いける。あーっと、強い。いけそうだな。ちょっと頑張ろうか。はい、行きます。たーまなー、ルカにもちょっと よくない。待って、強い待って、さっき何だったんだよ。おい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 、いや、ちょっと、あまあでもずっとスーパーテンツクでやっててもあれか、一回合成じゃない、配合しましょうかね。なんかこれコンボやばいし、こいつら。あー、まあまた嫁を探しに行こうかな、まあ、勝てそうだったけどね。まあいいでしょう。はい、そしたらね、あのビッグアイの旅の扉にしました。うん、こっちの方が階層が深いんで多分強いの出んのかなという願いを込めてね。まあ誰でもいいんだけどね。まだ捕まえてないモンスターが複数出てきたらもうそういう例でいこうかな。まあ強いのになるの狙ってやってもね、しょうがないんでね。まあやっぱこの今んとこれランダム性強くて結構面白いんですけど、どうかな、どうでしょうか。あー、まあ別にこいつでもいいけどね。変なルールやめればよかったな、複数出た時だけって。あ、でも狙っ、まあでも配合の結果知らなかったら別に一緒か。そうだね、適当に捕まえちゃいますね。もう目闇覚えてるから一つ目ピエロをちょっと微妙か。あー、ビーンファイターいいな、やっぱビーンファイターのバイキルトは欲しいよね。ビーンファイター、まあ一つ目ピエロ、もうちょっと深い階層まで行ってもっといいの出ないか見る。でもやっぱ早急に嫁が欲しいな、こいつにしよう。もう、はい、あー花窓をビンファイターまあいいか、まあこいつらでいいです。はいうん、なんかろくでもねえの生まれてきそうだけどね。まあできればビンファイターがいいな、これが俺の嫁候補は。うん、この場合って花窓を先に倒れるからビンファイターなのかな。はい、あ、オス、オスとオスはね結婚できない世界なんですよ、残念ながら。メスが良かったな、ビンファイターメス欲しいな。お肉ねえっけな、ベビーサタンも捕まえたからな。うん、肉まだ1個あったんで。嫁、あー、まあ、どうなんだろうこれ。もうなんか変なルールやめようかななんかもう捕まえたことないの出たらもう貪欲に捕まえに行こうかな。
まえるだけでもちょっと長いのはだるいよね。よし、じゃあ次でって、うん、そう、捕まえたことないんだったらもう捕まえちゃおう。ルールはね、どんどん変えていってもいいんですよ。ゆるーくやってるんでね。ベビーサタンはちょっと嫌なんだよな。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあビンファイターも狙っちゃいますね。はい。魔物の餌だよ。メスで、メス。はい、あ、なんない。メスねー。まあなんか仲間になるまで飛ばそっかな。まあただ歩くだけになっちゃうんでね。ベビーサタン。はい。では、嫁ね、何が嫁になるかはお楽しみということで、会合のとこまで飛びたいと思います。はい。はい、来ました。お楽しみにというか、もうすぐ仲間になりましたね。はい。じゃあね、嫁がまた来ましたよ、うちに。何なんだろう、スーパーテンツクとビンファイターで。はい、レベル見ようか。かわいいなぁ、8レベ。弱い、知性のかけらもない。知性のかけらもないのにうぬぼれている。マホトラバイキルドね。マホトラもまあ悪くないよね、一匹なら。よーし、そしたら、ビンファイター育てて、配合しましょう。うん。10レベルとしな、掛け合わせててもな、いつまで経っても強くなんないんだけど。まあ、バイキルトはありがたいよね。では、育ててから、40何も食らったね、今。配合とこか。行きたいと思いますよ。はい、では行きます。はい。そしたらね、配合しましょう。もうスーパーテンツク飽きたんでね。うん。こいつさ、2時間ぐらい過ごしたかな。最後に見とこうか。風貌。なんか19になったけど、あんまだな。あ、なんか弱いね。なんか、強いモンスターになってほしいな。はい。まあ、技さ、でも結構良くなってきたよね。悪くない。じゃあね。スーパーテンツクさんともここでお別れです。行きましょう。配合します。スーボーと、嫁。そろそろメス生まれてくれても全然いいよ、俺は。ファーラットってなんだっけ？ん？わかんないな。ファーラットってなんだっけ？アルミラージと混ざった。フェアリーラットと、アルミラージと混ざった。ファーラットって誰？あれか。偽ワタボみたいなやつか。メスがいいな。ちょっともう肝系いいや。絶対スーパーテンツクとスライムファングでユニコーンだった気がするんだけど。お願いしまーす。次回の旅はファーラットでね。なんかどんどん弱体化してないこれ。気のせい嫌な予感してきたわ。うわ、弱そう。あ、オスですね。オスしか生まれんのかな。パボー。パ。なんで4文字なんだろうね。パボーですね。じゃあ。はい、行きましょう。パーラットなんか育てたことないわ。なんか HP 弱。なんかでも可愛い。後ろ姿可愛いね。まあそんな感じで、今回はこの辺で終わろっかな。まあ次回はファーラット育てといて、闘技場から行こうかな。イカワシ脚覚えるよね、あいつ多分。あ、かわいいかわいい。なんか弱い。あ、でも待って、守備力悪くないんじゃない？なんか全体的に強くなってきた気がする。怠け者だけど。うん。はい。いいね。バイキルトも覚えるし。まあそんな感じで、今回はね、この辺で終わろうと思います。はい。いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。